こんにちは、ずんだもんです。今回の紹介はシンクパッド X1 カーボン6スジェネレーションなのだ。スペックはこのようになっているのだ。第8世代の CPU なので Windows11 が標準で動くのだ。ですから中古でも結構お値段がするのだが、実はこれメルカリで傷ありひんで SSD が小さいので、なんとたった3万円でお譲りいただいちゃったのだ。このお値段ならちょっと SSD を足していろいろ入れてもいい感じなのだ。というわけでレビューしちゃうのだ。ちょっと汚れはあったのだが、全然 LCD は綺麗なのだし、とにかく薄くて軽くて軽いのだ。さすがレノボのフラッグシップなのだ。実は安かった理由は手前左の傷だったのだ。シールを剥がしかけて熱したような感じなのだ。でも気になるほどではないのだ。と言いつつ電源を入れて Windows から起動確認するのだ。
のだ、普通なのだ。ここで再起動して終わる具合を見てみるのだ。終了してみてるのだ。
で3万円で、薄くて軽くて硬いって、メインマシンにしてもまだまだいい感じなのだ。というわけで今回の紹介は終わりなのだ。本当にこんな十分な動きで3万円で買えたなんてお買い得だったのだ。ベンチュラ関係の作り方は最後に出るようにしておくので、ぜひ参考にしてほしいのだ。長い間見てくれてありがとう。また見てほしいのだ。